D4DJ。 皆さんこんにちは、ユニコード天童はやて役の天間祐希です。そして、皆さんこんにちは、ビスミアの LC 役スミトモミジェナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでこの番組はですね、 D4DJ プロジェクトの魅力をより深く知っていただくための番組でございます。はい、毎週水曜日の20時に生配信してます。前半30分は私たちによる生配信、そして後半の30分は DJ タイムをお届けいたします。やったー、すごい。今回シャープ2、はい、ということでね、嬉しいですね、早々に呼んでいただいてありがとうございますしかも今日はね、できっとこの後も情報あると思いますけど、うんうん、CD もカメラのこれ下手くそ私あのね、CD もね、うん、あの発売されたばっかりってことなので、ね、今日、うん、ついに発売されて、ね、しかもジェナちゃんと、はい、あの DJTV で、うん、サイドノバ、ノバ TV で、うん、こんなちゃんと深くこうお話ししたことなかったので、うんうん、今日きっかけに仲良くなれたら確かにさらに仲良くなれたら嬉しいなと思います、ね、はい、皆さんお楽しみにしててください、はい、そして番組では皆さんからのコメントを大募集です、はい、YouTube のチャット機能でたくさん投稿してください。気になったコメントは私たちが配信中に読み上げるかもしれません。あ、早速たくさん来てますね。お、ファーストシングルリリースおめでとうございます。 ありがとうございます。もうフラゲした人も嬉しい、嬉しい、ありがとうございますね、嬉しいですね、ノバコンビ仲を深めてくだされやった、イエーイ。見てる、見てるよちゃんと見てるよ、この調子でコメントたくさんね書いてください。はい、待ってますということで早速始めていきましょう。水曜日の D4DJ スタート。はい、ではですね、あの先ほどもね、あのちらっと触れました、はい、CD の発売情報をお届けしていきたいと思います。私たちユニコードアビスメア、うん、よりそれぞれのファーストシングルがそれぞれのファーストシングルが発売されました。やったー、ありがとうございます。はい、嬉しいですね、本当に、はい、ついにって感じですけど、待ってましたこの日を、ね、ずっと待ってましたうん、あのゲットしてくれた方もいらっしゃるっていうことで本当に嬉しいんですけど、うん、もう今日はなんと、はい、こちらに、うん、現物があるということで。嘘でしょ、これが私たちユニコードファーストシングルシンクロニシティでーす。かわいい、みちるちゃんがもうこのイラストもすごくかわいくて、うん、もうなんと本日開けていいという許可をいただきましたので、本当に、はい、今ここで私目が開封させていただきたいと思います。わ、では中にはそう誰のブロマイドが入っているのか。そうだよ、ブロマイド入ってるんだよ。ゴーちょっと待ってください、まだまずね、緊張して緊張しちゃうね。あ、歌詞カードとね、この表紙の間に、はい、確かにこちらすごく可愛いユニコードの、うん、ロゴも、あ、ロゴが、ロゴがあのディスクに可愛、ね、い、良い、良いよ。これをうまく外せます。外せます。いける、いきます。出し方じゃじゃん、あ、ね、ルビの師匠が当たりました。本当だ、かりんさん見てますか。かりんさんに届け可愛い、 いや、いいですね、いい写真が。なんかこうやって楽しめるのがいいですね。確かに、うん、みんなもきっとね、もういろんな人のゲットすると思うんですけど、はい、それも楽しみにしていただきつつ、はい、せっかくなんでね、今日発売日なので収録曲の印象とかポイントのね紹介もしてもらいたいななんて思ってます。はい、うん、1曲目は記念すべきユニコードのシンクロニシティという曲なんですけれども。大好き。 ありがとうございますやっぱ最初こう聞いた時、うん、この歌詞とかがすごくキャラクターとかストーリーに沿っていて、はい、とてもこう私もハヤテちゃんを演じる上で初めての曲なので思い入れがとてもある曲となっております、はい、続いてあの2曲目が DJ なんもわからんという、うわ、衝撃のこれね1曲なんですけど、やばいですよね、中毒性がそうなんです。でも初めて聴いた時はやっぱり、うん、なんじゃこりゃっていうなったなりましたよね。実は私たちもそのアビスメアのリハの時、ダンスリハの時にユニコードさんの楽曲も聴けますってなって聴かせてもらえたんですよ。その時になんか
ずっとそのリハでアビスメアの結構こうなんだろうビート刻んでるかっこいい感じを聞いた後に、はい、あのユニコードさんの楽曲これですってラン、わからないみたいな感じで何がこれ始まったんだみたいな。でもなんかもう後半から来るなもうわからんはもうみんなでもう声出して楽しかったです。いやそうなんです、聞けば聞くほど中毒になる DJ 生わからん、うん、もうぜひ皆さんたくさん聞いてください。そして最後に始まりビートですね、はい、これもすごくストーリーに沿っていてこちらのルミナ師匠の心をとても歌った歌詞になってるんですけど、うん、もうこれはそうですね特に、うん、もうライブで初披露だったんですけど、うん、あのストーリー D4DJ のグルミクのストーリーがあっての始まりビートの流れのこうパフォーマンスだったので、はい、すごくこう歌いながらこう感極まってしまう部分がたくさんあって、ね、やっぱり大事な曲、3曲とも大事な曲なので、うん、大切に聴いていただけると嬉しいです、ねえはい、なんかやっぱストーリーに沿ってるところがさ一番よくってそうですよ、ね、しかも私本当にもう早ここが好きで嬉しい好きでこれもうアビスメアのねあのベロニカのあのスズミちゃんも言ってるんですけど、はい、もうその2人のね絡みとかもライブで見れてその曲を歌ってる時に2人の絡み入れるのがいいんです。とても好きなんです伝えておこうと思って嬉しい。いやでも本当に可愛いポップサウンドからね、うん、はちゃめちゃなキュッパ曲までたくさんのずば抜けた明るい曲がございますので、うん、皆さんまだ手に取ってない方はぜひこちらゲットしていただけると嬉しいです。はい、ではでは続いて、うん、ジェナちゃんからご紹介お願いします。わ、はい、かりました。私からはですねアビスメアのファーストシングル Get into the Abyss メアででこちらにあります。かっこいい。ちゃんとなんかミッチルちゃんと対になってる感じもいいですよね。本当だ。そう、ほら素敵。あほらね、良い良いよこの感じがね。本当だでは私も早速ねちょっとブロマイドの開封をやらせていただきたいと思います。ジェナちゃんエルシーは出られるのか。出るかな。あエルシー頼む、出てくれエルシーちゃん。エルシーちゃん、はい、あ一応中身こんな感じですね。さっとユニコードとはやっぱ対照的に結構本当だかっこいい。アビスメアシャーって感じシャーって感じですけど本当だ。はい、じゃあいや誰かな。ドキ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 。あこの間に入っている。はい、あ取れる取れる取れ、あ取ろう。お上手ですね。あ違う違うあ、なるほどね。この、ここにある中に。ここにあった。あ、いくよ。お願いします。びっくりした。びっくりした。いきます。せーの。ドン。お、あー、すごい。やったー。え、おめでとうございます。ありがとうございます。私です。すごい。地引きさせていただきました。エルシーちゃん可愛いですね。嬉しい。こういうのガチャだとなかなかねすり抜けていっちゃうんですけど、ブロマイドはしっかり当てさせていただきましたすごい、さすが持ってますねよかった。皆さんもねぜひエルシーちゃんゲットしてくださいということで、はい、早速なんでせっかくなんで私もあ曲のことをいいですか。はい、お願いいたします。まずあの1曲目が Get into the Abyss メア、うん、こちらネオ様がメインでたくさん歌を歌っております。はい、もうすごいんですよネオ様の歌声。いやもう感じましたもう圧倒されてうん。でなんかこれがもうアビスメアだよ、なんか、うん、アビスメアってこうだよみたいなのが詰まっている、もうようこそナイトメアにみたいなことを言っちゃってる強さが分かるアビスメアの1曲目でございます。はい、うんうん、で2曲目がウィナーと言いましてですね、こちらねあの本当つい昨日、はい、ライブ映像も公開されたばかりで皆さんの中でもこうほやほやだとは思うんですけど、はい、あの1曲目とは違ってそれぞれのキャラ感とかもしっかりこう出されてる曲なので、しかも冒頭エルシー歌ってるんですけど、その歌詞がごめんね突然現れたりして全部奪っちゃったりしてーハートみたいな感じなんですよハートそうそうそういうなんか感じもなんかもうアビスメアのなんか突如現れて、はい、一人一人のこの
煽っていく感じ、アビスメアスみたいなのが入ってる楽曲なんですね。大好きです。ありがとうございます。私と母の今一番一押しマイフェイバリットソングがウィナーで、お母様のフェイバリットソングにありがとう。ママ見てる、ママ見てる料理作りながらウィナーって嬉しい。そうなんですね。やっぱりもう虜にする全人類を全人類虜にするぐらいのやっぱアビスメア素晴らしい、うん、その勢いでちょっとやらせてもらってます、はい、そしてあの最後が新曲 I am the best なんですけれども、はいはい、こちらがあの結構最後の方にみんなで声が出せる、やっと声出せるような感じの曲が来てるんで、これもあのみんなで楽しめる一曲になるのかなって思います、うんうんうん。そしてあのアビスメアの特徴が作詞を全部あのメインさん、ネオ様の声を当てているメインさんがあのやられているので、本当になんかぴったりそのキャラクターストーリー全部沿ったものをお届けしていて、それもなんかアプリのストーリーとともにの時系列とともに一緒に見ていただくと親和性がすごくってより深く楽しめるんじゃないかななんて思います。いやもう本当にもうストーリーとユニコードもアビスメアもストーリーとこう、うん、とても合ってるので、ね、それを考えながら、あ、ヘルシーはこういう気持ちでこう歌ってるんだとか、うんうん、こうみんなの心の移り変わりがこう曲に表れてたりとかが、うん、もう大好きになっちゃう。これがやっぱ良さですよね、D4DJ の間違いないアプリやりながら曲聴いちゃって素晴らしいできちゃうみたいな。ただアビスメアさんの、うん、ちょっと難しくて、うんうん、あのなんて言うんですか、あのビヨーンってビヨーンって難しくてなかなか高得点が、はい、狙えないっていう、ね、悩みが難しい、本当に難しい。私もなんか全然まだクリアできてないんだけどそこもなんかこれがアビスメアかと思いながらやらせております、はい、はい、ということでいろいろあの聞いていたんですけれども、うんうん、ツイッターでもね皆さん結構ビヨーンっていじられてるよ。本当だみんな難しかった、ね、難しいねってはい、さあ皆さんあのまだゲットしてない方はね今後またゲットしていただいて、うん、あのいろいろブロマイドとかもねあの楽しんでいただければと思います、はい、ちなみに本日リリースの CD は私たちのファーストシングルだけではございません。お、なんだ、なんとこちらもででーんございます。 D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム8も8も本日リリースされました。わー、かわいい。ちゃんとね、ネオ様もいますよ。あ、ここにみんな集合して、みんないる。こうやって仲間入りできたのがものすごく嬉しいです。こちらのユニコードからはインターネットオーバードーズ、そして回れ雪月花、アビスメアからは怪物とレッドフラクションの2曲が収録されております、うん、ぜひ聴いてみてください。以上 CD 情報でした。みなのしゅー、私たちユニコードのファーストシングルが堂々リリースなのだ。ユニコードファーストシングルシンクロニシティ好評発売中、今すぐチェキラーですぞ。私たちアビスメアのファーストシングルがついに発売。アビスメアファーストシングル Get into the Abyssmea 好評発売中。私の方がすげえって見せつけてやるんだ。 D4DJ のカバーアルバム第8弾がついにリリースですぞ。新ユニットの曲を含む全16曲を収録。 D4DJ グルービーミックスカバートラックスボリューム8好評発売中なのだ。マーメイドからフォースシングルゴートがリリース。ブルーレイにはライブとメイキング映像 D4DJ オールミックスを収録。7月19日発売。最高の景色見せてあげる。続いてのコーナーはこちら、今週の推し曲。イエーイ。こちらのコーナーでは D4DJ の楽曲に限らず、うんうん、私たちそれぞれの思い出の曲や最近ハマっている曲など1曲ずつ皆さんにあの紹介していきたいと思います。はい、いや、じゃあいいですか、私から。え、はい、気になります、はい、じゃあまずは私から、はい、おすすめの曲はラッドウィンプスさんの君と羊と青でございます。知ってます？もちろん、私も大好きでございます。本当ですか？え、嬉
しい。あのイントロの、うん、もうあのギターをどうしても練習したくて、トゥルルルトゥルルルの あそこをめっちゃ練習したそうなんだ。しました。へえ、私より思い出曲かもしれない。でもすごい、なんでですか？私ラッドウィンプスさんがものすっごく好きで、うん、初めて行ったライブもラッドウィンプスさんなんですよ。でその時は聞けなかったんですけど、今ねこのちょうど夏っていうのもあって、この曲結構その夏っぽいこうエモさ、明るい楽曲なのにエモさもあってっていうところをぜひ皆さんにもねこの時期ぴったりなんじゃないかなって思っておすすめさせていただきました。でも多分私より思い出曲だと思う。ギター弾けるのすごいね。弾けないです。弾けないんかい。それで諦めました。そこが難しすぎて。あ、そうなんだ。だからどちらかというとこの トラウマ、うんうん、トラウマ。弾けたいけど弾けないよ。難しいけど好きみたいな、はい、でもすごくあの歌詞もあのテンポもすごくそうなんです。なんていうかいいですよね。うん、そうなんですよ。いや割とラトウィンブスの昔の曲って感じ。確かに結構そう結構昔から好きです。なんかそれこそなんかそうですね、めめしいとかお釈迦様とかあの時代から好きなので。懐かしいですね。そうなんです。でもすごい、じゃあ、うん、全曲好きだけどおすすめは夏に向けて、そう夏をテーマにちょっと選ばせていただきました。いいね、じゃあ、はい、山ちゃん、はい、教えてください一曲。私は平沢すすむさんの、はい、白子屋の娘という曲です。なるほど。その心は、うん、ご存知ですか平沢さん。もちろん。いや、この曲はあの、うん、アニメ映画のパプリカっていう、はい、大里志監督の、はい、その映画のテーマ曲なんですよ。あ、じゃあ聞いたことあります。見たことありますか？もちろん。でパプリカも結構昔の映画で、うん、あ、そうですよね、はい、2006年。すごい独特な世界観がすごい、もともと小説でそれを映画化されたんですけど、うんうん、結構こう夢と現実をテーマに書かれてるアニメで、はい、うんうん、その怖いって思われる、私も結構最初怖いと思ってたんですけど、ね、はい、でもすごく面白い、内容がすごく面白くて、うんうん、それに内容、アニメの内容に合わせたこう曲が平沢さんがこう、うん、白夜の娘っていうのをこう作ってくださって、うんうんうん、この曲何がいいかと言われたら私もすごくこう難しいんですよ、言語化するのは。それご、ね、そうだよね、言葉にするのはむずいよね、はい、でもなんか聞いてると今まで私が聞いてきた音楽とは違う音が聞こえてきたりとか、なんか違う世界にいるような気持ちになれるので、うんうん、そうなんだ、はい、挿入歌のパレードっていう曲もすごくいいので、うん、もしよかったら聴いてください。聴いてみます。すっごい世界観はすごそうだなっていうのが今聴いただけでもわかるんで、はい、びっくりすると思います最初。本当に衝撃が。この後絶対聴く。ありがとうございます。よかった、すごいなんか知れました。ジェナさんの、私も、あ、よかった。お互いに知れたね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか、はい、皆さんもぜひ私たちのおすすめ曲を聴いてくれたら嬉しいです。はい、はい、では続きまして開催中のグルミクイベント情報です。はい、スマートフォン向けリズムゲーム D4DJ グルービーミックスにてリリカルリリーの単独イベント私たちの夏休みが現在開催中です。うん、イベントは7月17日月曜日20時59分まで、ガチャは7月19日水曜日11時59分までとなります。はい、今日はですねこのイベントに登場するカードイラストを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。やったー、イエーイ。じゃあまず1枚目からいっちゃおうかな。はい、水面に弾ける小さな光、桜田美優ちゃんです。こちら、あらやばい、かわいい。線香花火ですか。チョイスが素晴らしいですね。そう、この儚さとみゆちゃんのおしとやかさみたいなのが、確かにお召し物もすごく綺麗で、夏、浴衣、ザ、幻想的ね、ものすごく良いですね。うんうん、めっちゃかわいい、かわいい、うー、惚れる。だって皆さんも、うん、あー、確かに間違いがね。え、そうだね、みゆ俺だよって言ってる人いる。逃げて、今すぐ逃げて。危ない。はい、じゃあ続きまして、正解に咲く輝きの花、春日春菜ちゃんでございます。こちら、あら、春菜ちゃん、これはなんか
てますね。素敵、また違った花火を選んで、うん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 、これ多分高速で動かすとなんか文字こう見えるみたいなパターンのやつ。花ちゃんそんな花火を、でもなんか蛍ですか。蛍じゃない緑のあ、これ緑緑か本当に、あ、そういうことなのか。いや私のフィルターがかかりました。なんかさっきと打って違ってこうちょっと楽しい感じの、はい、ね、あはは、あははっていう、確かに笑いかけてる、あーオーブが飛んでますねすごいそうだね、蛍だね、かわいい、うん、かわいい笑顔、明るい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続きまして、ホタルと踊るくるくる少女、白鳥くるみちゃんです。こちら、くるみちゃん、かわいいツインテールだ。本当ですね。あ、これすごい、くるみちゃんの花火も結構激しい、激しめのくるみちゃんらしいですね。そうだね、なんかこう、このあはははって言いながらすごいからかってほしい。確かに、春菜ちゃんとそう怒られて、うん、いいですね。そうなのよ、二刀流っていうのがね、確かにこの多少このくるみちゃんの破天荒さというか表してますね。良いですね。いいな、アングルもいいですね、このそうね、このショットの、うん、しかもなんか地味にちょっとこう上目遣いっぽい感じもあって、ちっちゃいもんね、くるみちゃん。何よ、かわいい。かわいい。回転してそうっていう、ね、くるくる少女ってね、書いてあるんですね。確かに、確かに。はい、いや、かわいいですね。ぜひ皆さんゲットしてほしいですね。はい。うん。では、あ、浴衣イベントといえば、最後に。夏なんでね。みーこちゃんも。うわ、そうだ。最後にこちらですこぼれる花に包まれて竹下みーこちゃんみーこちゃん、危ねー、危ねー、ごめんね、みーこちゃん、みーこちゃん、そして一番その花火の勢いがすごい、本当だ、もうあの打ち上がってるかのような、これ打ち上げ花火かなと重なちょうど重なってるぐらい、すごい、そう、火力がすごい感じだけど、みーこちゃんがこんな笑顔で、うん、なんかそんななんか火力よりもこのみーこちゃんの素敵な笑顔にやられそう。いや本当、あの前髪もいいですね、編み込んで、なんか可愛くて、本当だ、可愛い、みんなやっぱ浴衣もそれぞれキャラクターに合ったね、色にもなってて可愛い、火薬のシャワーなのって言ってる人いる、ちょっとやめてくださいみーこちゃんすごいね、いやよい子はね真似しないように、確かにでもそんなねところも可愛くて大好きです。はい、うん、はい、まあ、夏なのでね、まあ、浴衣とかね、夏祭りいろんなイメージありますけど、うんうん、てまちゃんは何かありますか、思い出とか。夏祭りの思い出は、うん、結構大きいお祭りとかもあるんですけど、うん、私の地元でやってるすごく小さい公園でやってるお祭りが思い出に残ってて、はい、なんか屋台を出してるお母さん、人も友達のお母さんとか、うん、えで捨てる顔みたいな感じで、うんうん、なんか売り物もすごく低価格だし、低価格大事ね、安いのね、はい、うん、だからなんかかき氷とかも普通はメロン味とかいちご味とかなんですけど、うん、はい、もう全部いいよみたいな、かけ放題だよってそうなんだ、はい、楽しそうだね。だからもう誰が一番レインボーをうまく作れるかみたいな、うん、そういう思い出がすごく印象に残って、楽しそう、やっぱみんなと仲いいからこそそういうのができるんだろうね、うん、それがジェナちゃんは、私はあの京都出身なんですけど、そうなんですか。あ、そうなんです、あの祇園祭ってのがあって、あのめちゃめちゃ大きい、もちろんもちろん知ってます、あれになんか毎年みんなで行って、あのたまに友達がその祇園のそのなんだろう、この運んでるやつの上に乗ってたりみたいなのがあったりもするから、あ、なんかいるみたいなそんな感じ、あれ結構伝統的なすごいですね。あ、そうですね、だからあれはすごくあの楽しかったなって思いました。あらららら、らまた参加したいです。ちなみに好きな食べ物は、好きな屋台で食べる好きな食べ物はタコせんです。あ、タコせんなんですか。はい、何が好き。タコせんあんま売ってない。え、売ってない。え、東京に。東京にね、あんまりないね。あんまないですよね、うん、寂しい。あ、でもと京都の方だとあります。有名なんですか、お祭りの屋台、うん、そうなんです。あれをこう卵残して周りから食べる派わかるかな。うんですね、私なんだろう、私はこんにゃく、こんにゃく、こんにゃく売ってる、売ってたんですよ。
どういう売られ方してるの？丸いの。ここタピオカみたいな感じでなんか入れられてて、うんうんうん、それがもう私が子供の頃、なんか最近行けてないんですけど、うん、子供の頃の思い出は玉こんにゃくですね。そうなんだ。へえ、こんにゃくも結構なんかローカルっぽそうだけどね。ずっとそこの地元のお祭りの記憶しかなくて そこがベストだからへえ、行ってみたいな。ありがとうございます。はい、はい、ということで、あの皆さんはお気に入りのカードはあったでしょうか？ぜひゲットしてください、うん、こちらのイベント、私たちの夏休みは7月17日月曜日20時59分までとなっておりますので、はい、ぜひたくさんプレイしてみてください。はい、ということで、ここからはですね、うん、お知らせのコーナーとなります。はい、まずはグルミク杯に関するお知らせです。はい、今年もディグラの頂点を決める大会、グルミク杯2023が開催されます。課題曲、開催日程などの詳細が公開されておりますので、おさらいしておきましょう。はい、ゲーム内予選は今週末7月15日土曜日12時から、7月22日土曜日23時59分まで実施されてます。予選結果の発表は予選終了後、今月中に発表を予定しております。また決勝エキシビジョンマッチは9月10日日曜日に東京都内のスタジオで開催を予定してます。激戦の模様を YouTube D4DJ チャンネルにて生配信いたします。そして課題曲はフォトメイデンリーグとマーメイドリーグの予選課題曲、課題曲メドレー合わせて10曲となっております。うん、まずはフォトメイデンリーグの課題曲を見ていきましょう。はい、ドドーン、こんな感じです。すごい。どうみんないけそう？結構なんか難しいのが集まっている感じっぽいけど。確かに、うん、あ、やべえってきつ、笑ったって、課題曲やべえ、汗わおあ、でもみんなやっぱり、うん、難しいあ、15無理無理です。いやでも大丈夫、みんな気持ちで頑張ろう大事いけるよ、うん、みんなならいけるよ続いてがですね、マーメイドリーグの課題曲になります。はい、じゃじゃん、おお、どうみんなこれ見てどういう風に感じるいや、これはこれも難しいという感じですけど。そうですね、それどれもフルコンできてないです、わらわらだっていや、ほんフルコンも難しい曲、ね、でもやっぱりね、ディグラの頂点を決める大会ですから、あ、これもやっぱできちゃいますみたいなね、猛者が集まっていくんだろうな。確かにすごいね、すごい。なんかどんなプレーを見せてくれるのかはもう今から楽しみな感じですけど。そうですね、見たい、うん見えない早くて親指が見えないみたいな、すごい残像見せてほしいなと思います。はい、グルミク杯の最新情報はゲーム内のお知らせやグルミク公式ツイッターを要チェックしてください。はい、続きまして8ユニットのサマーソングに関する初公開のお知らせをしたいと思います。はい、現在8ユニットのサマーソングがグルミクに続々と登場しておりますが、私たちユニコードの楽曲名がはてな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 になっております。本当だ。本日なんとこちらの楽曲名を公開いたします。イエーイ、ありがとうございますタイトルはこちら、ユニコードはピコピコ音頭に決定いたしました。ピコピコ音頭。そうなんです。なんかすごい楽しそうだね。もうその名に恥じぬ曲となっております、うん、そうなんだ、もう盛り上がれること間違いなし、ね、いや楽しみ。早くどんな感じだったんだろうなすごく夏らしい曲になっておりますので、うん、さらにですね、はい、ユニコードのサマーソングピコピコ音頭、そしてアビスメアのサマーソングレインドロップスの音楽配信が決定いたしました。はい、ありがとうございます。詳細は近日公開いたしますので続報を楽しみに。またはてなはてなとなっているマーメイド、うん、フォトンメイデン、ピキピキの楽曲名は後日公開となりますので、こちらも楽しみにしていてください。はい、続きましてライブのお知らせでございます。はい、9月2日土曜日、豊洲ピットで対照的な個性を持つ新ユニットによる2度目のライブ、ユニコードアビスメアセカンドライブスターエンカウンターが開催です。先ほどご紹介したシンクロニシティと
ゲットイントゥーザアビスメアに封入したシリアルで本日から早速申し込み可能でございます。CD 最速選考の受付期間は今月24日までの2週間しかありませんので、ぜひ皆さんご応募お忘れなく。本当にせっかくお買い上げいただいたのにシリアルを使いそびれたら、損ですよ。皆さん使ってください。お願いします。お願いします。さらにさらに続いてはこちらです。9月23日土曜日開催のピーキーピーキーオールタイムハイコネクト、入金漏れの分のチケットの一般発売が決定しました。若干数のご案内となりますのでご了承ください。受付は7月15日土曜日昼12時からスタート、先着順での販売ですのでお早めにチェックしてください。ピキピキの4人に加えてハピアラから西尾優香さんがゲスト出演する豪華なライブとなっております。お楽しみに。はい、はい、続いて来週に開催が迫ったこちらのイベントの情報です。はい、D4DJ DJ タイムクラブが7月22日土曜日飛行船シアターにて開催です。こちらのタイムテーブルが本邦初公開です。お、どうぞ。今回はいつもの D4DJ キャストに加え、電音部から外神田文芸高校シークフェルト音楽シークフェルト音楽学院中等部、そして世界に輝く女子プロレス団体スターダムからのゲストが出演する豪華版となっております。こちらのチケットは好評発売中です。 DJ タイムクラブ初となる全席指定のイベントとなりますので、DJ イベントが初めての方もぜひぜひお越しください。はい、さあ続いてはグッズのお知らせでございます。7月29日土曜日に開催されるマーメイド、フィフスライブサマーキラーマックスのグッズ情報を解禁しちゃいます。はい、こちらをどうぞ。ライブの定番 T シャツ、タオル、チケット風ロゴアクリルキーホルダーと、マーメイドからもアーティストアクリルスタンドが登場。さらにですね、センスの2023年バージョンも新登場でございます。わーすごい、盛りだくさんなね。嬉しい。こちら T シャツですね。うん、かわいい。いいですね、夏って感じがすごくしますね。後ろもででん、かわいい。ちゃんと名前も書いてあって。はい、書いてあります。さあそしてこちらはダボル、タオル、お、すごい。いい感じ、鮮やかな、ね、元気な感じで、肌の触り心地も良いです。はい、すごい、めちゃめちゃいいです。そしてセンス、あ、失礼しました。あ、全然いいよ、一緒に見せる。あ、一緒に、じゃあ一緒に見せよう。センスと、あ、すごい、チケット風のやつあるよ、みんな。あ、本当だ。あ、タオルと同じ、あ、そうだね、やつが。はい、こんな感じなのでね、ぜひ皆さんチェックしてもらえると嬉しいです。すごい、これで。さらにですね、こちら対象商品を税込み5000円以上購入した方に、はい、なんと、はい、トラメガ大カットステッカープレゼントしちゃいます。こちら沙織ちゃんが使っているやつですね。それがもらえちゃうんだ、嬉しい。スマホとかに貼れちゃうから、確かに、アピールしちゃってくださいよ、お願いします。はい、ということで、明日7月13日木曜日15時からは先行通販と現地受け取りの受付がスタートします。詳細はブシロードオンラインストアをチェックしてください。はい、ということで、はい、いや本当に情報ね、盛りだくさんだったんですけれども、皆さん何度もあっという間にお別れのお時間となります。早い、楽しんでいただけたかな。いただけましたか。うん、どうだった、てんまちゃんは。いや、もう最初こうやってジェナちゃんと一緒に2回目の MC を務めさせていただけて、とても嬉しかったし、もう D4DJ のいろいろな情報も、特にあのユニコードのピコピコ音頭、ピコピコ音頭、はい、初めて言えたし、ファーストシングルというね、この発売日に出れてとても嬉しかったです。これからも目を離さずにチェックしていきたいと思います。はい、じゃあ私からも、はい、皆さんのついね、今日あの CD が発売となりましたので、ぜひゲットしていただいて、ブロマイドとかもね、こう楽しんでいただいて、忘れなくね、あのシリアルで本当に CD 最速選考、本当2週間って言ってたから、ぜひお忘れなく皆さん、あのいっぱいあのライブ来てくれたら嬉しいなと思います、はい、そしてですね、次週の7月19日の配信はロンド青柳椿役の加藤里穂奈さんと、矢野さん役の、桃野春奈さんでお送りいたします。はい、そしてこの後はついに
皆さんもお待ちかね、D4DJ DJ タイムとなります。やったー。はい、6月17日渋谷ハーレムで行われたイベント D4DJ DJ タイムクラブの模様をお届けしていきます。はい、出演者は加藤里穂奈さん、渡瀬ゆずきさん、愛坂優香さん、三村遥さん、紬りささん、深川るかさん、由良あかりさんの7名でございます。今週はですね、愛坂さんと深川さんの DJ タイムをお届けしていきたいと思います。うんうん、こちらのアーカイブがアーカイブないので、もうこのまま皆さんリアルタイムでお楽しみくださればと思います。はい、いやあという間だったんですけど、この後もね楽しんでもらえるといいですね。はい、はい、お願いします。うん、では、お別れをしよっか。はい。せーの、バイバーイ。